チー国鉄道は開業当初から建設を続け負債が増す一方、他国から警戒感が高まる中、それでも建設を続ける理由について現状を解説していくぜ。気になる話題だね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。まず C 国高速鉄道の借金がまずヤバすぎるって話からするぜ。そのヤバさは C 国の経済学者が次のような記事を寄稿してしまうほどのものだ。このままでは政府が貨幣の大量発行で無理やり借金を返すしかない、ハイパーインフレーションに陥るだろう。ハイパーインフレーション?通常は過度な物価上昇のためお金の価値が下がる意味で使われるが、今回はお金自体が増えてお金の価値が下がる意味合いで使われているぜ。普段は C 国最高 C 国最強しか言わない C 国メディアや学者たちがこんな声を上げている時点で、どれだけ危機的なのかわかるだろう。C 国の急成長イメージも覆るわね。中国の国有鉄道会社である中国国家鉄路集団が発表した内容を紹介するぜ。不渡りを出した不動産企業だ。バブル時代に住宅を乱立するも、そのほとんどが空室状態と悲痛な実態に陥ったところだな。2022年1月から6月決算は売上高が前年同期比271億元減の4857億元純損失は、前年同期の507億元から804億円に膨らんだんだ。2022年6月末時点の負債総額は前年同期比 3.45% 増しの6兆円に達したんだぜ。120兆円以上というのは確かに大きな数字だが、企業の負債としてどの程度なものなのか、すぐにピンとくる人は少ないだろうな。120兆円桁違いね。高速鉄道の借金としては世界最大で、2021年にデフォルトした不動産企業久し大集団の4倍近い数字になるんだ。久し大集団って何?何をしでかしたの?不渡りを出した不動産企業だ。バブル時代に住宅を乱立するも、そのほとんどが空室状態と悲痛な実態に陥ったところだな。この久し大集団が抱えていた負債でも35兆円程度、そこで参考に戦後の日本における大型倒産で、最も大きな負債額と比較してみるぜ。戦後に倒産した企業のうち負債額が最も大きかったのは、2000年に倒産した共栄生命保険だ。その負債額は4兆5296億円、2位はリーマンショックで知られるリーマンブラザーズ証券で、それでも3兆4314億円なんだぜ。C 国の高速鉄道が巨額の借金を背負っているのはよくわかったわ。そして C 国高速鉄道に借金を返す当てはない。理由は C 国の全路線がほぼ赤字状態で、借金の利子すら返せない状況だからだ。残念無念、それはもう身動き取れないわね。自己破産かしら。 C 国政府は赤字を連発している現状を無視して高速鉄道を新しく作り続けたんだ。約123兆円が一企業の負債としては桁違いなのがわかるな。 C 国高速鉄道は最初の開業以来続々と建設されており、今や距離では世界の高速鉄道の3分の2を占めるとまで言われているんだぜ。 C 国の次にはスペインや日本、ドイツやフランスが続くが、2位のスペインでさえその距離は 3100km。 C 国の規模がいかに大きいかわかるな。赤字で採算取れていないのに鉄道をさらに増やすなんて、相変わらずクレイジーね。何もない田舎にも線路を作ってしまった結果、運賃収入が得られず赤字路線だらけになったわけだ。アホね、利用者がいないのにどうして作るの?誰が求めているのよ。 C 国高速鉄道は C 国の銀行から借りたお金を建設費にして全国各地に鉄道網を整備したんだ。この借金は運賃収入から返していくことになるんだが、乗る人が誰もいないような場所では1日に1往復しか必要とされないわけだな。だがそんな場所にも豪華な路線を作ってしまったんだ。建設スピードと距離だけを見れば順調そのものだが、なぜこれほどまでの負債を抱えているんだろうな。なぜかしら?答えは明確で、採算性というものをほとんど考慮していないからだろうな。中国では2008年のリーマンショック以降、輸出が低迷し生産過剰となったんだ。鉄鋼やセメントを消費するために高速鉄道の路線延伸が加速したからなんだぜ。理解に苦しむわ。一体何がしたいのかしらね。例えば C 国北西の蘭州と新疆ウイグル自治区のウルムチをつなぐ蘭新線だ。この路線は1日160往復、蘭州とウルムチからそれぞれ1日160本の車両を運行できる能力を備えているんだな。東海道新幹線の東京新大阪間の運行本数が1日150往復だから、蘭新線は日本の大動脈に匹敵するほどの規模や設備、人材を備えているということだ。だが、
その能力は全く発揮されていない。むしろ、乱心線の1日あたりの運行本数はわずか4本なんだ。4本、これまた驚きだわ。160往復できるポテンシャルがあるのに、たった4往復だけなんて。当然、4往復では建設費や維持費を回収するどころか、1回の運行あたりの電気代すら支払えないんだぜ。蘭州からウルムチまで約 1900km、東京都心大阪が片道 500km だから、その4倍弱だな。だが、蘭州からウルムチまでの運賃はわずか12000円、二等席にすれば9600円台14000円程度の東京新大阪間より安いんだぜ。距離が4倍なのに運賃が安いって、どんぶり勘定すぎない？ C 国にはこういった赤字路線が山ほどあるんだ。2路線ほど黒字路線もあるが、大量の赤字路線を抱えているのは紛れもない事実。C 国高速鉄道は崖っぷちに追い込まれているんだぜ。そして、借金の利子も莫大な額なんだ。120兆円の利子なんて、イメージもできないわ。例えば、日本の生活福祉資金貸付制度の年利は 1.5% なのだが、それでも1年間で 1.8 兆円だからな。低すぎる運賃収入では、その莫大な利子すら返せないんだよ。そして、C 国政府もこの万年赤字体制を放置してきた。それは、経済成長を優先するためでもあったんだぜ。C 国はいつから整備に力を入れてきたのかしら？C 国が本格的に高速鉄道網の整備に乗り出したのは2004年頃なんだ。この年、C 国は中長期鉄道計画を発表し、2020年までに 1.2 万キロメートルの高速鉄道を作るという方針を明らかにしたぜ。ところが、実際には2020年時点で 3.5 万キロメートルの高速鉄道が作られたんだ。約3倍、さすがに。作りすぎでしょ。作りすぎてしまった理由はあるのかしら？それは、2008年にリーマンブラザーズが破綻して、世界経済をリーマンショックが襲ったのが理由と言われているんだぜ。当時も今も、C 国は外国に安い C 国製品を輸出し経済成長を果たしてきたからな。ところが、リーマンショックで、その安い C 国製品を買ってくれるはずの外国が買ってくれなくなってしまったんだ。確かに、未だに安物は中国製だものね。実際 C 国の GDP 成長率は2008年にガクンと落ち込んでいるぜ。そこで C 国は高速鉄道に目をつけたんだぜ。鉄道を作るのには、鉄やコンクリートも大量に使い、そして車両や整備には電子機器も使うから、鉄道をたくさん作れば民間企業へ材料を大量に発注できると踏んだんだよな。そして、C 国高速鉄道は共産党所有の国有企業そこへ、公金をガンガン投入したんだぜ。なるほどね。つまり大量の路線を作ることで、政府のお金で民間企業を支えようとしたってわけね。そして、北京と上海広州を結ぶドル箱路線に刺激されて、各地方当局が高速鉄道の誘致合戦を展開。これには雇用の創出や地方経済の活性化、沿線の不動産開発などへの期待もあったが、一番の理由は官僚にとって、地域の経済成長が自らの実績となるからだったんだぜ。そのための採算度外視整備計画も少なくなかったんだ。そりゃそうよね。もっと他にやりようなかったのかしら。結果として、大都市エリアを除いては採算が取れていない路線が数多く存在することになったんだぜ。しかし、最近ではドル箱路線であったはずの北京と上海を結ぶ高速鉄道でさえ、2022年1月から6月期は10億2800万円の赤字となっているんだ。路線に関わらず、鉄道全体の運営を見直さなければならない状態なんだぜ。じゃあ、C 国高速鉄道が抱える10億2800万円の借金は、絶対に返せない借金じゃない？高速鉄道に詳しい北京交通大学の張健氏は、 C 国の鉄道は常に補助金頼みで、負債の支払いのために新しい負債を増やし続けていると説明しているんだぜ。一部の評価からは元本は愚か、負債の利子さえ払えない路線も多くあったんだな。補助金に頼る持続不可能な高速鉄道は債務危機が起こるのを待っているようなものだという批判も出ているそうなんだ。さらに張健氏は、高速鉄道の建設費は普通の鉄道の2から3倍もするのに、運用が効率的ではないと指摘しているんだぜ。なんなのよその企業。理由は、C 国政府が注入するお金の原資は税金だからだ。実は鉄路集団が抱える額の借金より、こっちの公金注入の方が、はるかにハイリスクだと考えられているんだな。どういうこと？動画冒頭で C 国の経済学者が、このままでは政府が貨幣の大量発行で無理やり借金を返すほかない、ハイパーインフレーションに陥るだろうと言っていたな。なぜ、ハイパーインフレーションに陥るかというと、鉄路集団の債務がそのまま C 国政府にのしかかるからだ。
簡単に言うと、高速鉄道関連の300兆円の借金を中央政府が返済しようとしたら、300兆円の貨幣を発行して無理やり返すしかないってことなんだぜ。だけど、そんなことしたらお金が出回りすぎてお金の価値が下がり、とんでもないインフレになってしまうってことだな。そりゃそうでしょうよ。何さっきから、当たり前のこと言っているのよ。北京上海などは1組あたりの年間乗客数が4800万人だが、人口が少なく広大な地域に作られた蘭州ウルムチ路線などは230万人ほどなんだ。全体の平均は1700万人で、これは日本の新幹線の平均3400万人に遠く及ばないんだぜ。つまり、C国の鉄道が採算を取るためには、日本以上に緻密なプランが必要になるだろうな。これまでにどんな鉄道を作っているのかしら？例えば、2022年2月に開催された北京冬季オリンピックでも、C国は新路線を作ったんだ。五輪開催中でも1日あたりの運行本数はわずか17往復。そして、五輪が終わった後は、なんと1日1往復しかしていないんだぜ。誰か、将来のことをアドバイスしてあげられる人はいないのかしら？駅前の商業施設は閉鎖中で、まるでゴーストタウンになっているんだな。C国は北京と河北省ハリエ口に分散するオリンピック会場を約1時間で結ぶ新路線を建設したんだ。その投資額は580億元と言われてるぜ。万里の長城の地下区画を通る全長約 12km のトンネルを貫通させ、ハイテクオリンピックの象徴として自動運転システムも導入したんだ。もはや、立ち止まるつもりもないのね。しかし、C 国の威信をかけて1兆円超えに相当する資金を投じたのにもかかわらず、今となっては有効活用されていないんだぜ。オリンピックが終わったら需要がなくなるかもとは考えなかったんだろうな。このような C 国鉄道の現状は、廃炉のサイトを表現されているんだぜ。廃炉のサイトって何？廃炉のサイトは市場において、高い確率で大きな問題を引き起こすと考えられるにもかかわらず、軽視されがちな潜在的リスクのことだ。居住の際は普段おとなしいものの、暴走を始めると誰も手をつけられない破壊力を持つことから、こうした比喩に使われているんだぜ。何か根本的な解決策を講じない限り、廃炉の際がいつか中国経済に壊滅的なダメージを与えるのではないかと考えられているだ。しかしこのような状況にもかかわらず、C国の鉄道計画はとどまることを知らないんだぜ。誰かやめなさいよ。現在の世界最速の営業速度 350km をさらに 400km に引き上げ、2035年には営業距離を7万 km にする計画を発表したんだぜ。2020年時点の総延長は 3.5 万 km だったよな。これを一気に2倍にするという大計画だな。言葉にならない。約123兆円の負債がありながらなぜこのようなことができるのかといえば、中国国家鉄路集団が国有企業であり、もともとは鉄道行政を担当していた鉄道省の下部組織だ。どれだけ借金が膨らもうとその膨らんだ借金が返せなくても、C国政府がお金を注入して、絶対に倒産させないんだ。中国が高速鉄道を国内だけではなく、国外にも広げている背景には構想が一帯一路あるんだ。これは簡単に言えば、中国の経済圏を中央アジア、中東、欧州へと拡大する国家戦略なんだぜ。もはや、立ち止まるつもりもないなんて。2013年に習近平国家主席が構想を発表し、2014年にアジア太平洋経済協力会議で国外にアピールしたんだぜ。一帯とはシルクロードを基幹とした陸上の経済圏一路は、海路の経済圏でユーラシア大陸南側沿岸諸国と欧州を結んでいるんだ。陸を結ぶのはやはり鉄道だよな。C国は世界一の鉄道網を作り、その名声をもとに他国へどんどん鉄道を売り出しているんだ。C国ってとりあえず勢いある国だと思っていたけど、よくわかったわ。その手前どんなに赤字でも、国内の高速鉄道の建設は止められないだろう。一帯一路自体は沿線国との相互発展という名目で進められているんだぜ。しかし、本当の目的は、欧州と C 国を結ぶルートの整備だと言えるんだ。ヨーロッパとの連携を強めるのが目的で、その道中に過ぎない沿線国の発展を本当に考えているかどうかはわからないんだぜ。でしょうね。その証拠として、C 国の高速鉄道は各国で問題を巻き起こしているんだ。その一例がケニアだ。C 国からの融資によって、インド洋に面するケニアの港湾都市モンバサ都市とナイロビなどを結ぶ鉄道が2017年に建設されているぜ。一帯一路構想に含まれるアフリカでのインフラ計画として、最大規模でケニア政府に約50億ドルを融資し立案から建設まで大部分を C 国側が担ったんだぜ。旅客数はそれなりに順調に伸びたものの、その後様々な問題が吹き出しているぜ。どんな問題が吹き出しているの？
例えば、収益の柱である貨物取扱量が低迷し、改良以来赤字が継続中だ。しかも、2019年から C 国輸入への返済が本格的にスタート。この C 国輸銀の融資条件は厳しいものだったんだな。例えば、日本がモンバサ経済特区開発のために現在行っているケニア向け円借款は、金利が年 0.1 据え置き期間12年償還期間40年なんだ。しかしケニアが第一期鉄道建設のために C 国輸銀から借りた一部の商用融資は、金利がロンドン銀行間取引金利に 3.6 を上乗せし、据え置き期間5年償還期間15年だったんだぜ。日本は金利が 0.1 に対し、C 国から借りたら 3.6 なの？ケニアはこうした厳しい条件の対中債務を返済するために、これまで鉄道開発税を投入したり、内陸国向けのトランジット貨物の輸送に対して、この鉄道の利用を義務付けようとしているんだ。それでも、C 国輸銀への返済の目処はまだ立ってない上、住民から反発を受ける結果になっているんだぜ。そのため、このままではケニアは債務の罠に陥るのではないかと心配されているぜ。債務の罠ってどんな罠が仕掛けてあるのよ？債務の罠とは、国債援助などの債務により、債務国国際機関の政策や外交等が債務国側から有形無形の拘束を受ける状態のことだ。タイムトラップや借金付け外交などとも言われているぜ。タイムの罠の代表的な例がスリランカのハンバント・タコーだ。ハンバント・タコーは中国からの多額の融資で建設されていたが、債務の返済に窮したスリランカ政府が運営権を事実上、中国に譲渡したんだ。借金付けになって最終的に運営権を渡す形になったのね。ハンバント・タコーは軍事利用の可能性も示唆されており、最初から港の権利を手に入れることを前提に融資したのではないかという指摘もあるんだぜ。そして、ケニアにもインド洋に面したモンバサ港という要港があるんだ。この港は、ウガンダやルワンダといった東アフリカ、内陸諸国の物流網のゲートウェイになっているんだぜ。将来的にこの港にも C 国の魔の手が伸びるかもしれないんだな。あ、すでに嫌な予感しかしないわね。他にも、日本の受注を横取りするような形で獲得したインドネシア高速鉄道計画において、C 国は数々の問題を引き起こしているんだ。2022年12月18日、ジャカルタバンドン高速鉄道の建設工事現場で起きた事故だぜ。機関車の後押しにより改装中だった軌道敷設用の機材が、線路終端部分を突破さらに防振して、掘り割りの乗り面に衝突し大破したんだぜ。当時この機械に乗車してたと思われる C 国人作業員のうち2人が死亡、5人が重軽傷を負っているんだ。まったく、他の国に鎌かけていないで、まずは自分の国の借金問題をどうかすべきでしょうよ。2023年6月の開業予定に影響はないとのことだが、そもそもこの2023年6月開業というスケジュール自体が、非現実的で現場にしわ寄せが来た結果、事故が起こったのではないかという指摘があるんだぜ。工期の遅れによる費用超過も深刻で、財務負担ゼロの条件で契約したのにもかかわらず、2021年11月にインドネシア政府は約 4.3 兆ルピアの国家予算を投じることを決定しているんだ。財務負担ゼロの約束がなんで 4.3 兆ルピアも投じることになったのよ。また、2022年11月にインドネシアバリ島にて開催された G20 では、ジョコイドド大統領と習近平国家主席による試乗会が行われるはずだったが、日程の調整が困難という理由で、習近平国家主席の試乗は断られているんだぜ。これは C 国の鉄道の安全性に不安があるからでは、とも言われており、このようにインドネシア高速鉄道は開業前から残念なエピソードが尽きないんだな。C 国の鉄道に不安がある。ごもっともね。C 国が国内で鉄道を増やすのは勝手だが、問題だらけのものを海外にもばらまくのは勘弁してほしいな。ここから海外の反応を見ていくぜ。お願いね。一帯一路の対抗策として、日本製の鉄道がもっと安価に手に入るようになると嬉しい。質がいいから、価格も高いというのはわかってるけど、発展途上国にはなかなか手が届かない価格だからな。家に人を入れる際には、気をつけなければならない。入れるのは簡単だが、悪魔だったら退散させるのは大変だ。時には逆に追い出されてしまうかもしれない。 C 国と手を組むのはこういうことだ。取引をする相手はしっかり見定めなくちゃいけないわね。一帯一路は、単なる貿易や不動産の取引でない、署名してしまった貧しいアフリカ諸国の例からわかるように、これは C 国が外国への経済的影響力を拡大し、利益を引き出すためのものだ。C 国の鉄道事業がよく見えるのは最初だけ、実際は永遠に借金が増え続けるプロジェクトだからね。インドネシアでの C 国による工事の現場を見たことがある？やり方がアホみたいよ。C 国は赤字続きのようだけど、日本の鉄道は黒字なんじゃないの？実は最近喜ばしいニュースがあったんだ。
2022年4月から9月期の連結決算において、鉄道大手18社すべてが3年ぶりに営業黒字を確保したんだぜ。新型コロナウイルス災いからの経済活動の正常化が進み、鉄道の旅客需要が回復したと考えられているぜ。また、4月から12月期連結決算では、JR 東日本など JR 3社が4月から12月期としては3年ぶりに黒字を確保したんだぜ。やっぱり C 国と違って日本はすごいわね。C 国も日本を見習ってほしいわ。JR 東日本が発表した売上高は前年同期比 16.5% 増しの1兆7270億円、純損益は725億円の黒字なんだ。前年同期は837億円の赤字だったことを踏まえると、大きな変化と言えるな。鉄道運輸収入はコロナ前に戻ったとは言えないものの、75% 程度には回復したそうだ。このまま上り調子が続いてほしいな。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。中国不動産市場のバブル崩壊によって、世界経済に与える悪影響について解説していくぜ。建物が完成しているのに誰も住んでいないから、幽霊マンションと言われ、深刻な問題になっているわね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。バブル崩壊といえば日本だけじゃなくアメリカも経験しているぜ。日本が経験したバブルと、中国不動産バブルは似ているところが多く、これらの教訓を活かし危機を回避できるのか、中国に注目が集まっているんだな。悪化が止まらない中国不動産市場が、今後どうなっていくのか気になるわね。ここ20年ほど言われ続けているんだ。中国で起きた不動産バブルの経緯と、それに伴い世界へ与える悪影響を説明していくぜ。まず日本が経験したバブル経済とは好景気で湧いていた1980年代後半のことだ。令和を生きる20代30代はバブル経済を知らないだろうな。1986年から1991年にかけて起きた社会現象なんだぜ。発端となったのは1985年9月のプラザ合意だな。何のことかしら？先進5カ国の財政を握る人と、中央銀行総裁によるドル高是正への合意のことだな。もっと簡単に言うと各国で協力してドル下げを目指そうってわけだ。そもそもドルの価値を引き下げようとして始まったのね。でもなぜドル高ではダメなのかな？国際貿易では通貨が安い方が有利になるからだぜ。具体的に説明するとプラザ合意の前、日本円とドルの交換レートは1ドル約240円だったんだ。だがプラザ合意後は1ドル約120円までドル安が進んでいたんだな。つまり日本円で240万円のものが1万ドルで買えるところ、アメリカでは2万ドル必要ってことだ。つまり日本から見れば円が高くなったとわかるよな。なぜアメリカはここまでドル安を進めたかったのかしら？当時のアメリカは貿易赤字を改善しなければ国家財政の破綻とも言われていたんだぜ。それだけドル安にしなければいけない理由があったんだな。そこでドイツとイギリス、フランスを巻き込んでドル安へ誘導したんだぜ。これによって日本は製造業中心だったため、海外で売りたいものが売れない状況で大きなダメージを受けたんだ。そこで日本銀行が動き出したんだぜ。何をしたのかな？金利の引き下げをして景気を支えようとしたんだ。金利を下げれば借金の利子を抑えることができ、お金を借りやすい状況を作ったんだな。これによって政策金利は、戦後最低水準となる 2.5 を記録しているんだぜ。バブルは多方面から近づき国営巨大企業であった NTT が株式市場に上場したんだな。2ヶ月で3倍近くの株価をつけブームを起こしたんだぜ。すでに日本の株式市場は活発化していたんだ。バブル崩壊とどう結びつくのか、いまいちわからないわ。日本の株式市場は銀行からお金を借りなくても、新しい株を発行すれば資金を調達できる環境があったんだな。だが民間銀行からすれば大企業を相手に以前のように、貸し付けて利子を得ることができなくなったんだ。そこで土地に目をつけたんだぜ。企業相手ではなく不動産融資を行うようになったわけだ。これによって土地を買う人が増え、土地の価格が2倍3倍と高値を更新していったんだ。需要があったからこそ価値も上がり続けたのね。本業以外にも受けを生む財テクとも言われ、株や土地への投資を主体とするのではなく、企業は保有している土地を担保にしていたんだぜ。例えば1億円の土地を担保に5000万円を借り、その5000万円で別の土地を買うんだ。そして土地の価値が1億円になったらまた別の土地を担保にし、お金を借りる仕組みなんだ。こうやって土地への投資が拡大していったのね。東京都ではマンション価格が平均年収の18倍にまで上がっていたんだぜ。富裕層しか住めないわね。株価も上昇を続けたことで土地や株を持っている人たちは、何千万もの資産を保有していたんだな。つまり消費も増え景気も活性化していったんだぜ。
だが株価をはじめ土地価格の下落や、銀行が貸したお金を回収できないなど徐々にバブル崩壊に向かっていったんだ。バブル崩壊ってこんな状況だったのね。改めて知ることができたわ。この日本のバブル崩壊を踏まえ、中国における不動産バブルはもっと強烈とされているんだぜ。広東省不可市？市ではマンション価格が平均年収の57倍、北京市でも55倍に達したそうだ。だが中国の不動産バブルも永遠には続かなかったぜ。住宅価格が下落し始め、今は不動産市況が大変なことになっているんだな。2021年時点で中国の不動産大手である久志大集団が負債総額およそ47兆円に上ると発表したんだ。赤字が膨らみ資金繰りが悪化していく一方なのね。その通りだな。多くの不動産企業が経営困難になり破産に陥っているぜ。不動産バブル崩壊に伴って中国の経済成長も鈍くなり、経営破綻に陥っている背景は日本のバブル崩壊に似ているんだな。資金調達のため不動産融資など規制を行うも、苦境に変わりなく経営破綻に向かって少しずつ近づいている現状なんだぜ。問題は中国だけじゃないよね。世界へ与える影響はどうなのかしら？もちろん。中国と親交の深い国をはじめ、債権を保有している世界の企業も影響を受けるから甚大な被害が予想されているんだな。日本では中国の輸出額が全体輸出額の4分の1を占めているから、受ける被害は大きいと言われているんだ。中国の現状は具体的にどうなっているのかな？幽霊マンションと呼ばれ話題を集めたのは何年も前のことだな。購入したマンションがいつまで経っても完成せず、住めないにもかかわらず住宅ローンの返済を続ける状況だ。何それ、日本じゃありえない事態じゃないの？それじゃあなぜ中国政府はこんな事態を招いてしまったのか詳しく説明していくぜ。そもそも中国で不動産バブルが発生したのは、1998年の住宅制度改革が一つの転換点とされているな。中国の住宅制度って何かしら？中国はかつて国有企業の改革を課題に抱えていたんだ。後に詳しく説明するが、企業に勤める従業員の住宅は、一種の福祉として、無償に近い低家賃で供給されていたんだな。だが安すぎる家賃の回収はおろそか維持費さえ補えず、不足分を国が負担していたんだ。建築をすればするほど国の負担が大きくなり逼迫していったんだ。これらは個人の階層によって分配されていたから都市民の不満も高まり、1978年に住宅制度改革を始めたんだな。つまり福祉として供給してきた住宅に対して見直しを言ったのね。その通りだぜ。従来の低家賃から住宅の維持管理可能な水準まで家賃を引き上げ、個人負担を求めるようになったんだ。実物給与の福祉制度を商品貨幣制度に移行させることで、公平な住宅体制を目指したんだぜ。これにより住宅困窮世帯が存在したんだな。政府の抱える課題とはいえ、国民からしたら勝手な話にも思えるわ。確かにそうだな。住宅制度改革を行うきっかけになったのは、1997年アジア通貨危機だと言われているぜ。タイを中心に始まったアジア各国の急激な通貨下落だ。この通貨危機は予想をはるかに超え拡大し、長期化かつ深刻化していったんだな。タイの景気が下落局面に入り、金融機関の不良債権問題が顕在化し、経済成長や輸出の減少が大幅に下落し始めたんだ。中国の輸出が大きく落ち込んでしまったんだぜ。当時の日本はどんな影響を受けたのかしら？日本は戦後早くからタイへ進出した企業も多く、馴染み深い国だ。特に自動車産業では為替変動に伴いコストが増加し、操業停止を強いられていたんだな。住宅制度改革は当時の総理、主要機が内需振興策の一つとして推し進めた改革なんだ。国有企業の負担を減らし、経済成長を維持するには国内需要の拡大が必要だったんだな。住宅を与えるのを止めて、国民が各自で住宅を購入する仕組みに改革すれば、国内需要を高められると考えたんだ。結局は国民に負担させる流れなのね。そもそも住宅制度改革の背景には、大きく分けて3つの目標を掲げていたんだぜ。5つ目はさっき説明したように従業員の社宅を確保するため、国有企業は膨大な費用が必要でコスト負担が大きかったことだ。国有企業の競争率を上げるためにも住宅を含め福祉負担を減らし、住宅取得と社宅を切り離さなければならなかったわけだな。地方政府と勤務先、個人の3社がそれぞれ住宅建設コストの3分の1負担する33税払い下げから始めたんだぜ。国民の収入が上がったわけでもないのに負担するなんて、この改革は達成できると思えないわね。その通りだな。結論、この体制は根本的な解決につながらなかったんだ。
国民の支払い能力が向上しないと成り立たないからな。2つ目は行政によって福利厚生の目的で建設された公有住宅とは異なり、住宅を商品として住宅市場で直接取引することだ。これまで供給されてきた住宅は、従業員の職歴や勤務年数に応じて大幅に割り振りされ、企業内部で行われていたから経済に占めるシェアが低かったんだな。コストがかかるとはいえ、企業からすればいくらでも建築することが可能だったのね。そして3つ目は不動産業が国民経済成長の牽引産業となるよう発展させていくことだ。住宅の現物配給や譲渡を一律すべて禁止するように通達を出したんだな。その代わりに従業員の住宅補助として、住宅取得補助一時金と公的住宅積立金制度の導入を認めたぜ。一部の都市に限っていた体制を全国に広げ、住宅建設の加速を止めようとしたんだ。都市再開発に伴う立ち退き者は保証金を元手に、市場から代替住宅を自ら取得することになったんだな。企業は保証を得て国民は住宅市場を通して、自由に契約することが可能になり国内需要が増えていくわけだね。福祉やコストの負担から解放された企業だが、住宅価格の急騰を作り出してしまったんだ。需要が供給以下に制約され管理していたが、水面下に抑えられていた潜在需要が一気に吹き出し、市場における需給がアンバランスになったんだぜ。価格上昇に転じたように思えた不動産市場だが、投入されたお金つまり投機マネーの影響を受けたことで、価格上昇に拍車をかけ住宅価格が急騰スパイラルに入っていったんだ。需要の増大した市場に多額の投機マネーが流入すると、価格高騰やバブル経済などを招くことがあるんだな。目標達成かと思いきや課題は募る一方だわ。他にどんな影響を受けたのかしら？中低所得者は住宅取得が困難になり、取得できた人はローン返済で生活が圧迫、さらに不適切な開発計画や契約トラブルまで問題は山積みなんだぜ。政府は公共の立場から住宅価格の監視や、急騰抑制に努めなければならないよな。だが本来の役割に逆行するかのように、高地化を施行したり時価の上昇につながる措置さえ言っていたんだ。具体的に何をしたのかな？地方政府が財政収入を増やすためには高地化を演出する必要があり、税源に関わる中央政府と地方政府の取り決めを指す分税制を行ったんだな。これによって土地使用権譲渡収入が514億元から6412億元に増加し、地方政府の収入を潤したんだな。問題はまだまだあるんだ。2008年にはリーマンショックが発生したぜ。アメリカの有力投資銀行であるリーマンブラザーズが、経営破綻したことをきっかけに発生した世界的な株価下落金融危機だ。中国の経済成長を支えていた輸出が急速に鈍化したのかしら？その通りだぜ。対策として不動産分野での投資を積み増すことで、高い経済成長率を目指す政策運営を行ったぜ。不動産が売れ続けることで地価も高騰し、値上がりを見込んで投資もさらに加速するという、相乗効果を失い不動産バブルが発生したんだ。中国が行った住宅制度改革や地方政府の地価上昇を目指す動き、さらにリーマンショックなど多方面からの要因が重なって生じたわけだぜ。単に5つの要因が拡大し、不動産バブルを引き起こしたわけではなかったのね。経済危機を引き起こした、最大の社会問題とされているのが未完成住宅問題なんだ。どういうことかしら？中国では多くの物件が完成する前に販売され、購入者は頭金を支払い、居住前からローン支払いを開始していたんだな。だが政府の規制強化により開発企業の資金繰りが苦しくなり、代金支払いの不安から建設会社が工事を中止するケースが増加したんだぜ。身勝手にも程があるわ。その結果物件の引き渡し目処が立たない中、ローン返済だけは要求され続ける状況になったんだな。もちろん購入者はローン返済拒否を宣言する抗議活動を始め、次第に全国に広がっていったんだ。対象となるローン支払い拒否の総額は約49兆円という試算もあり、不良債権化するリスクも懸念されているんだぜ。新築物件なんて特に売れない事態になっているのね。経済の不安定化から中国政府は、企業の資金繰りを支援するため開発業者向け、貸し出し制限の一部を緩和し始めたんだ。つまり住宅ローンの頭金比率を引き下げたんだな。そして負債を強制的に減らす3本のレッドライン政策を打ち出したんだ。怪しい政策にも感じるけれど、何かしら？不動産バブルが膨張して、債務問題が深刻化することは避けなければならないと習近平国家主席が考えを明確にし、実施した規制のことだぜ。これにも3つの柱があり、まず不動産会社の負債は資産の70を超えてはならないことだ。そして自己資本に対する負債比率が100以下であることだな。同時に、現金は少なくとも短期借り入れ金と同等の比率でなければならないという3つの政策だぜ。金利をつけて返済しなければならない有利子負債は年軸で管理されているんだな。
基準を定めることで供給を抑制しようとしたのね。3つの基準を超えるとレッド企業とされ、有利子負債を増やしてはならないという課題を課されるんだ。2つの基準を超えるとオレンジ企業とされ、有利子負債の増加ペースが年後以内になるよう管理されるんだな。このように基準を目安にランク分けされ、負債の増加ペースを明確にしたんだぜ。負債の深刻化は改善されたのかな？不動産企業の土地取得面積は大きく減少し、一部の不動産企業は資金繰り難から破綻のリスクに直面しているんだ。有利子負債を増やさないと、破綻してしまう不動産企業が続出したってわけだぜ。3本レッドラインに触れた不動産開発企業は減少するどころか、むしろ増加したんだな。さらに中国の不動産市場は借り入れ金で開発や販売に取り組み、売却代金で返済するというビジネスモデルが多く採用されていたんだぜ。債務問題の深刻化を防ぐ本来の目的を見失ったのね。そうだな。3つのレッドラインは中国政府が予想した以上に不動産市況を冷え込ませ、逆に住宅価格の下落が止まらなくなったんだ。そして不動産バブル崩壊を加速させたんだな。2021年には決算を公表できない企画や開発事業をメインに行う企業、つまり不動産デベロッパーが増えて市況の悪化が顕著に現れたんだ。中国の主な企業として中国日差し大集団や花鳥用集団、緑地香港、宝有機産などが決算発表を延期しているんだな。大企業にとって大打撃を受けているのは間違いないわね。不動産企業を救済するのではなく、資産の切り売りを加速することによって不動産市況を安定させようとしているが、事態は好転していないんだぜ。経営破綻の影響は2021年に入って、不動産業者の約10万のうち規模が小さい業者をはじめ300社以上なんだ。不動産業界は多くの物や人に与える影響が大きいため建設業や鉄鋼業など、関連産業に広がっているわけだな。中国の GDP の30近くを占めると言われる不動産関連セクターで、企業の資金繰りはさらに悪化し事業運営に行き詰まる企業は急増する恐れがあるとしているんだぜ。経済成長の低下要因の一つなのね。仮に中国の不動産市場全体が機能しなくなったら、どうなるのかしら？不動産業界の仕組み上、企業に融資を行っている金融機関や企業などが資金を回収できなくなり、雪崩式に他の業界にも影響が及ぶぜ。現実になりつつあるって状況を考えたら、より一層怖いわね。2021年7月から9月までの GDP 伸び率は、前年同期比プラス 4.9 だ。コロナ災いからの落ち込みから大きく無事回復し、2021年1月から3月期は 18.3 の伸び率だったんだぜ。これを踏まえたら伸び率が明らかに低下していることがわかるよな。この要因として不動産バブル崩壊が大きいんだ。ここまで多くの課題を抱えて解決する日は来るのかな。他にも考えられる要因があり、中でも半導体不足問題だぜ。世界的な半導体不足や中国国内での電力供給の制限などで、企業の生産が伸び悩んだんだな。ゼロコロナを目指す政府の強烈な対策によって、観光需要も落ち込み個人消費が低下したことが考えられるぜ。不動産バブルの崩壊とコロナ災いが重なったことは、中国にとってかなりの大打撃だったんだな。中国経済の動向は、円や日本株を含む世界の相場に影響するから、今後も注意して見ていく必要があるんだ。日本はどんな影響を受けるのかしら？少なからず全く影響を受けないとは言えないな。中国で注目を集めた不動産といえば、中国不動産大手の日差し大集団だぜ。国内の280以上の都市で1300以上の不動産関連事業を行い、860社以上の企業と戦略提携しているほどの大企業なんだ。2021年11月にはドル建て債の利払いができなくなり、デフォルトしたんだな。その額8249万ドル分だぜ。デフォルトって何かな？本来履行されるべき債務が履行されなくなることだぜ。大企業でさえもデフォルトしてしまうほど、中国の不動産バブルの影響は凄まじいんだな。この日差し大集団のデフォルトは第二のリーマンショックと呼ばれ、世界的な金融危機に陥ってしまうのではないかと危険視されているんだ。だが現実は一時的な株式変動で、日差し大集団の株を持っている人だけ影響を受けたんだな。株式投資を行う人には痛いわね。と言っても金融危機を回避すべく、早くから多くの投資家は日差し大集団の株を手放していたんだぜ。日差し大集団にとって主な借入金は国内の金融機関が多く、日本でも主要な銀行や保険会社、証券会社は直接的な影響を受けず最小限で済んだわけだ。だが土地の所有権がない中国とは違い、日本では所有権が認められているから、国内には中国富裕層が多くの不動産を保有しているんだぜ。上海のマンション1個を買う値段で、東京のビルが買えると言われるほど、東京の不動産は中国と比べて安いんだな。
コロナ災いにより遠隔で不動産購入する人は多いんだぜ。安い上に所有権も安定しているから人気なのね。日本の不動産市場に与える大きな影響として、中国の不動産価格が下落すれば、日本の物件に割安感がなくなる可能性があるんだ。さらに中国の富裕層の減少が続けば、中国人投資家が日本の不動産を購入することも減ることになるんだな。日本の不動産価格の下落や、貿易を中国に頼っているケースも多いため、少なからず影響があるんだぜ。中国不動産産業の回復は、未だ見通しが立っていない状況なのね。中国が抱える課題は多岐にわたり、教育や医療のインフラといった社会資源や、住宅市場のアンバランスな状況が変わらない限り、根本的な解決にはならないんだ。日本はバブル崩壊後20年以上苦しい経済情勢だったな。経済と株価が長期的に低迷したことで、失われた20年と言われていたんだ。中国は失われた何年と言われるんだろうね。日本をはじめ他国が経験したバブル崩壊から、中国は何を学び生かしていくのか注目されているんだぜ。日本の景気下降期における景気刺激策のあり方も、中国にとって参考になるだろうな。中国不動産バブル崩壊が日本企業に影響をもたらすことを念頭に考える必要があるぜ。ということで、今回はここまで、いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は、たった一人で国際機関に立ち向かった、勇敢な日本人が成し遂げた快挙について、詳しく解説していくぜ。たった一人で国際機関に立ち向かうなんて、凄すぎるわね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。まずは、ネロメクニアキについて紹介するぜ。どんな人物なの？1939年7月24日生まれ、沖縄県国頭郡本部町出身の獣医ウイルスの学者で、有限会社生物資源研究所代表取締役の所長だ。スペイン風邪ウイルスのルーツを解明し、インフルエンザウイルス研究及び、ワクチン開発の第一人者なんだぜ。わあ、獣医ウイルスの学者で、生物研究所の所長なのね。日本を見下す WHO に起こった一人の日本人が快挙、支援をストップした結果のことについて伝えていくぜ。1993年日本にアジア太平洋地域、インフルエンザセンターが設立されたんだ。それまでアメリカ、イギリス、オーストラリアにしかなかったセンターがここに来て、ようやく日本に設立されることとなったのには理由がある。そもそもインフルエンザワクチンは、毎年 WHO の専門家の会議で WHO のデータをもとに、今年流行しそうなインフルエンザを決定し、それに基づいて、製薬メーカーがワクチンを作っている。そもそも、WHO ってどういう国際機関なの？WHO は世界の人々の健康を保つことを目的に掲げ、国際連合の専門機関として、1948年に設立された世界保健機関だ。簡単に説明すると、世界中の人が肉体的にも精神的にも社会的にも健康であるために、様々な活動に取り組んでいる。WHO のロゴは、蛇が巻きついた杖と地球儀からなっているんだぜ。え？蛇と地球儀が関係しているの？そうなんだな。ギリシア神話に登場する石のアスクレピオスが持っていたのが、蛇が巻きついた杖だったから、アスクレピオスの杖と言うんだな。医術の象徴として、米国医師会など世界的に広く使われているんだ。そうなのね。なんだか奥深いわ。ところで WHO は一体どこにあるの？ WHO 本部はスイスのジュネーブにあるんだぜ。6つの地域事務局に分かれ、世界各地に150カ所の WHO 事務所があるんだな。そして、フィリピン共和国マニラにある西太平洋地域事務局には、2019年から火災県地域事務局長が就任しているぞ。日本国内には、WHO 事務所はないが、神戸市に WHO 健康開発総合研究センターがあって、WHO 本部直轄の研究機関として活動しているぜ。マニラの西太平洋地域事務局の局長をしている、火災県氏とはどんな人なの？火災県は1965年9月14日生まれで、日本岩手県出身、1990年に慶応義塾大学医学部で医学士、1996年ロンドン大学衛生熱帯医学大学病院公衆衛生学科で、発展
途上国の公衆衛生をテーマに修士号を取得したんだぜ。修士号を取得してるなんてものすごい経歴の持ち主ね、びっくりだわ。ネロメシは、それまで日本の仕事といえば、その元になるアジア各国の膨大なデータを収集し、WHO に送付することだけをやっていたんだぜ。そして、その頃は日本に、インフルエンザセンターはなかった。当時この仕事をやっていたネロメクニアキ氏は、これだけの仕事をやっているのに、日本にユーロエンザセンターがないのはおかしいと、WHO に対して手紙を書いたんだ。それに対する返事はとても残念なものだった。 WHO からの返事は、 WHO も国連の安保理と同じで、第二次大戦の戦勝国で構成している、よって日本は入れないというものだった。はぁ？何よ、それ頭にくるわね。ネロメクニアキ氏は再び、WHO に抗議の手紙を送ったのだが、返事はまたしても同じものだった。それどころか、WHO に批判的な人物として認識されてしまい、彼と日本に対して WHO は冷たく扱うようになってしまったそうだ。こうなってしまった場合、霊夢ならどうする？もう諦めるかな。WHO のわからずやって一人で怒ってると思う。大体の日本人もそうだろうな。こうなってしまった場合、あなただったら普通ならば WHO に謝罪をして、今まで通りに扱ってもらおうと努力するかもしれないな。それどころか、鼻から抗議などしない人の方が、多いかもしれないわね。さて、ここがネロメクニアキ氏が他の人と違うところだ。なんと日本が集めていたアジアのデータを、1年間 WHO に送るのをやめてしまうという驚きの行動に出たんだ。ちょっとネロメクニアキ氏すごすぎない？そんなこと恐れ多くて普通できないわよ。本当、すごいよな。そして、インフルエンザの大半はアジアから発生するため、日本からのデータがないと、ワクチンを作ることが困難となり、WHO では大騒ぎになったそうだ。そんなことがあり、翌年からネロメクニアキ氏に対して、WHO 専門家会議への招待状を送った。その会議で、日本にアジア太平洋地域のインフルエンザセンターを設置することが決定され、初代センター長にネロメクニアキ氏が就任することになったんだ。めちゃくちゃスカッとするエピソードだったわ、ネロメシブラボー。まあまあ落ち着け霊夢、この話はまだ終わっていない。そうなの？これで終わりじゃないのね。このような流れで、ネロメシはインフルエンザセンターのセンター長になったが、WHO はアメリカの製薬メーカーの意向を受けた各社が力を持つ世界だった。1993年にフランスで開かれた国際会議では、アメリカが新開発された生ワクチンを、まず日本で使用してみるということが提案された。当時、日本は生ワクチンの効果には疑問を抱いており、すでに使わなくなっていた状態だった。ネロメシは、この国際会議での提案を日本を実験台にして、うまくいけば他の国々で使うつもりだろうと感じたそうだ。その会議には、日本人の学者も数十人参加していたようなんだが、その提案に対して誰も反対する人はいなかった。そんな中、ネロメシが驚きの発言をした。日本は先進国であり、ワクチン政策に君たちの指導を必要とする国ではないと反論したんだ。かっこいいわね。しびれるわ。そしてネロメシは、会議の場でアメリカの学者に対して、君たちのデータを見せてほしいと頼んだんだ。そこで日本のデータと比較をした結果、日本のワクチンの方が明らかに効果的であることが判明。これには、他の学者からもネロメシの方が正しいという意見を引き出すことに成功。こうしてこの提案は否決され、日本人がモルモットにされることはなかったんだ。他の日本人学者が誰も声を上げない中、ネロメシはよく自分の意見を言ったと思うわ。普通の日本人なら周りと同調することを選択しがちだよな。そしてネロメシの勇気ある行動はこれだけにとどまらない。ジュネーブの WHO 本部で、12人の専門家によるワクチン決定の投票において、アメリカのワクチン11票で日本のワクチン1票でアメリカ製に決まったということがあった。もちろん日本のワクチンに入っていた1票は、ネロメシのものだ。科学的に見てこの結果はおかしいと思い、閉会30分のコーヒーブレイクの時間に2日間の会議で使用した110カ国のデータを、コンピューターで再度洗い出した。なんという行動力。するとアメリカ製のワクチンは、日本のワクチンの半分しか効果がないという結果が得られた。ネロメシはコーヒーを飲んでいた学者たちにこの結果を見せて、こう言い放った。君たちは政治家か、科学者ならこのデータをどう見ると強い口調で問いかけたんだ。すると、議長がテーブルを2回叩いて、私の判断で採決を取り消します。ドクターネロメが提案した日本の意見に従いますと結果をひっくり返したんだ。その場にいたアメリカの学者たちは、まるで映画のようだったといい、
この会議の後対立していたアメリカ人の学者たちと、すごく仲が良くなった。日本人同士だとこうはいかなかったと、ネロ飯は当時を振り返っていたそうだ。本当に映画のようね、ハリウッドでネロ飯の功績を映画にしてほしいくらいだわ。さて、この記事についてネット上では多くの意見が寄せられているから、その一部を紹介していくぜ。すごいね、この人日本人の皮をかぶったアメリカ人だな。自分の意志を貫き通す姿は、確かにアメリカ人のような力強さを感じさせるわね。まさに模範的な学者だな。冷静で、毅然としてしっかり主張して、すごい人がいるもんだ。その場にいて、黙っていた日本人学者は、ネロ飯から強気な姿勢を学んでほしいわね。こういった人たちの努力の上に、今の自分がいるんだな。私たちの生活が豊かになったのは、それを実現するためにありえないほどの量の努力を重ねた人たちがいるのよね。生きていられるだけで感謝だわ。こういうパワーのある日本人の話っていうのは、スカッとするな、俺も頑張ろうって思う。誰だって情熱があれば、人の心を動かせると思うと、やる気が出るわよね。尊敬できる日本人がいてよかった。もちろん他にも尊敬できる人はいるけど、間違いなくネロ飯は、そのうちの一人よね。でも、松岡洋介もこんな感じだったんだぜ。タイミング悪いと同じようなメンタリティでも悪い方に転がる。確かに、成功した時だけ称賛されるものね。何事も熱意の上に成し遂げられるというのは前提として、吉と出るか凶と出るかは、運次第という部分があるのもまた事実よね。感心してるだけじゃダメ。今からできることを少しずつ。ところで、松岡洋介はどういう人なの？松岡洋介は、日本の外交で政治家なんだぜ。南満州鉄道総裁を務め、満州国の実力者一木三助の一人とされた。第二次近衛内閣は外務大臣に就任し、非、独、伊三国同盟や、日ソ中立条約締結を推進したんだ。しかしドイツのソ連侵攻後は南進論が大勢を占める政府で北推論を主張し、第三次近衛内閣発足を機に事実上外相を辞任させられた人物だ。外相を辞めさせられたのね。そうなんだな。話は戻るが、ネロ飯もすごいが機長もすごいな。世界中の学者が集まる中、独断で採決を取り消して一票しか入らなかったデータを信じたんだもんな。ものすごい決断力よね。国際機関のトップに立つ人は一味違うわ。日本にセンターを作らないならデータを送らない。これが本来の外交であって、今の日本のとりあえず海外とは仲良くというのは外交じゃないよな。厳しい意見だけど賛成だわ。今の日本政府にはもっと外交について、強気な姿勢を見せてほしいわ。WHO もそうだが、世界的な機関は大抵白人至上主義で固まっている。純粋な学術関係ならそんな風潮は過去のものだけど、貿易とか漁業など国際施策に関する意思決定機関は、大抵欧米より。だからこそ、ネロ飯のような人物が、そこに一石を投じることが、世界を変えるきっかけになるのよね。日本人に必要なのは、こういう根拠のある誇りだな。無意味に高いプライドは必要ないが、毅然とするに足る国だと思うけどな、日本は。その通りね。勝手な劣等感から変に仕立てに回るのではなく、日本人であることの素晴らしさを日本人がしっかりと意識して、他国の人と関わるべきだわ。1939年生まれの沖縄出身ってことは、戦後のメリケンとずっとやってきたからこそできた対応なんじゃないか？そういう背景は、もしかしたらあるかもしれないわね。すごい人だよね。国連でもこのような人が出てくることを期待したい。本当にすごい人だわ。あれ？この人外務大臣にすれば常任理事国入りできるんじゃね？今の政治家より、よっぽどマシな仕事するでしょうね。すごいな。尊敬する。これぞ大和魂だと思う。今は極少数しかいないが、きっと日本人の心に眠っていると信じたい。みんな心の奥底には、ネロ飯のような大和魂を持っているわよ。ネロ飯に感化されて、目覚める人が増えることを祈るわ。バカみたいにヘコヘコ頭下げる、政治家たちが情けないね。本当そうよね。この件以外にも、日本は多くのことに携わり協力し、世界のために励んできたというのに未だにのけものにされている。まだマシになってきた方かね。日本が軽んじられていることについて、日本人がもっと反抗しなきゃいけないと思う。まさに、昔の日本人の中の偉人に値する魂だね。偽装愛国者が多い現代で、真実と向き合いながら、自分のことよりも多くの自国の民の安全のことを最優先している。おまけに世界の民にとって、何が現状の中において一番理想かを知り、黒い商人や政治家等に妥協して、自分の安泰のことばかり最優先する学者たちとは、次元が違う生き方を選んでいる。こういう人は、日本であまり成功しないわね。協調性と言って出る杭は打つ結論を出さずに、なあなあで終わりなんだな。以上がネットの反応の一部だ。なかなか、国際舞台でこんな風にはっきりと、
物を言える日本人はいないんじゃないか？霊夢はどう感じたか？きっとそうそういるもんじゃないわね。岸田首相は広島サミットを日本の国際貢献を誇示する絶好の機会と位置づけているんだな。マリサ、G7 サミットのことについても教えてほしいわ。わかった。G7 サミットとは、非、米、英、仏、独、伊、かの7カ国の首脳及び、欧州委員会が開催される首脳会議のことだ。付け加えると、ウクライナ情勢を受けたロシアの G8 への参加停止により、2014年以降 G7 サミットになったんだ。G7 サミットの目的は何なの？G7 サミットでは、自由、民主主義、人権など基本的価値を共有する G7 首脳が一つのテーブルを囲みながら、世界経済、地域情勢の様々な地球規模課題について意見交換するんだ。G7 を広島で行う目的って何なの？ G7 サミットの広島開催は、ウクライナ情勢が緊迫化し、核兵器使用のリスクへの懸念の高まりとともに、人類存続の陥りかねないという不安があるんだな。G7 各国が、世界の平和と持続的な発展に向けた対話の場所として広島を選んだことは、国際平和文化都市としての広島の発信力を重視したんだぜ。広島から力強い平和のメッセージを世界中に発信し、核兵器のない真に平和な世界の現実に向けた機運を高める取り組みを行う必要があるんだよな。また、G7 サミットは世界中の多くの人々の注目が集まり、広島の魅力を世界に発信する絶好の機会でもあるんだぜ。広島には、世界に誇れる3つの世界遺産があるだけでなく、広島の発展を支える活力あふれる産業、豊かな自然、多彩で美味しい3階の食資産、歴史が紡いでいた文化や暮らし、人々の生活を豊かにする上で欠かせない多くの魅力を世界に発信し、広く注目を集め、広島を訪れる、あるいは選んでもらえる契機としていかなければならないんだ。だからこそ、参加する各国首脳代表団、その他の多くの来訪者にはぜひその魅力に触れていただきたいんだぜ。G7 サミット開催を通じて、広島来てよかったと思ってもらえるよう、また参加者等を迎える市民、県民にもこの機会に多くの人たちに広島の良さを知ってもらえることを通じて、広島で開催されてよかったと思ってもらえるよう、サミットに関わる全ての人たちに喜んでもらえるような広島サミットの開催を目指しているんだぜ。広島のことをよく見てもらおうと思って広島で開催することがよく伝わったわ。G7 サミットのサミットって何の略なのかしら？主要国首脳会議、1975年フランスの提唱の始まりで、日本を含む8カ国間で年1回開催される、首脳会談のことだ。そしたら、G7 の G は何の略なの？ G はグループ、7は7カ国を意味しているぜ。7カ国は、フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ。サミットは英語で山頂という意味なんだ。G7 サミットは、これらの国の欧州連合 EU を加えた首脳が参加する会合のことだ。G7 サミットにそんな意味があったなんて知らなかったわ。新組織設立は、首相の意向に沿ったもので日本が社会保険制度をめぐり、培ってきたノウハウを新組織の政策になし、存在感発見を狙うようなんだ。何を言ってもいいけど、自分の目で確かめてから言ってほしいものだわ。新組織は、世界中の誰もが必要な医療サービスを負担可能額で受けられる万人のための医療の実現を掲げるんだぜ。来年5月に広島市で先進7カ国首脳会議 G7 サミットに合わせて発足させる方向なんだと、複数の外務省筋が明らかにしたんだぜ。首相は広島サミットを日本の国際貢献を誇示する絶好の機会と位置づけているんだ。新組織設立は、首相の意向に沿ったものなんだ。日本が社会保障制度をめぐり培ってきたノウハウを新組織の政策に活かし、存在感発揮を狙っているぜ。では、このことについていくつか反応が寄せられているのでその一部を伝えていくぜ。この負担可能な額以外の、負担不可能な額の部分は誰が負担するんだ？どうせ、また何か理屈をこじつけて、日本が症候群を発症させてたんじゃないの？その通りなんだな、霊夢。日本の国際貢献を誇示する絶好の機会などというからには、当然日本が負担するということ。つまりこんなところにも日本人の血税が注ぎ込まれるということなんだよな。この組織を設立運営するのに、日本はどれだけ支払うのかの方が焦点。血迷ったのかと言いたくなる残念だけど、それだけの金を他の国が負担できるとは思えないな。必要な医療を受けるためには、基本的に低所得層と高額所得層の差が激しいと成立し得ない。え？どうして低所得層と高所得層の差が激しいと成立しないの？理由は高額所得者の保険料支出が大きくなるから賛成意見があるんだが、この組織設立運営費は、どこから拠出するんだろうな？
そうね、一体どこから出てくるの？正直、日本は国連の機関という名称を高く買いすぎている。新型感染症の対策で失敗した無機能機関のために、お金を使う余裕があるのだろうか？本当ね、日本にそんなお金を使う余裕があるとは思えないわね。今の日本の財政では必要ない新組織だと個人的に思うな。もう少し、設立費運営費を含めて国民にしっかりと説明してほしいぜ。WHO の新型感染症に対する対応や発言にうんざりしている日本人は多い。そういう組織を設立して無駄なお金を出すことになると思っている。日本人はとても多いと思いやるのであれば、WHO など使わずに、日本が独自に組織を設立して他国を集い方法でやったらいいと思う。世界をリードするならそういう方式でやるのが時代に合うと思う。WHO だとかテドロスだとか聞いただけで、嫌な予感しかしませんでしたが、これって結局日本がその設立費や運営費まで負担するっていうことなんだろうか？どうしてそうなるのかしら？そんなの通るわけないじゃない？完全に頭がおかしいと思うわ。今後のランニングコストも全て税金からだよな。何にせよこんな重要なことをいきなりパッと決めてしまって、国民の大部分が納得しないのではないだろうか？国内の貧困者を救済する方が優先事項、少子化を食い止めるためにも、子育て世代のサポートと移民の受け入れを優先するべきだ。まさかとは思うが、その組織に日本人の税金を、投入とか考えていないよな？以上が、反応の一部だ。やはりそんなお金どこにあるのか、などという資金面を指摘する反応が、多くあったんだぜ。あいつらは、日本に迷惑をかけている感覚も全くないんだろうね。嫌になっちゃうわ。チャンネルの感想だが、こんなすごい日本人がいたなんて知らなかったぜ。ネロ飯のしっかりとした裏付けを根拠に、押し付けではなく相手を納得させる信念はすごく見習いたいもんだな。まさに称賛の嵐とはこのことね。このような人物が日本にもっと増えるといいな。そのためにはまず、日本の中で多様性を認める考えが、根付かないといけないかもしれないわね。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。